マーチソン、フォールズ国立公園は、ウガンダ野生生物局によって管理されているウガンダの国立公園である。ウガンダ北西部に位置し、アルバート港岸から内陸方面のビクトリアナイル周辺及びカルマ滝に至る範囲まで広がっている。公園は隣接する748平方キロメートルのブグング野生生物保護区と720平方キロメートルのカルマ野生生物保護区と、 共に、マーチソンフォールズ保護区を形成している。公園は、ブリサ県、ナオヤ県、キランドンゴ県及びマシンディ県の各県にまたがっている。最寄りの大きな町である、マシンディから、公園の基板立地区まで約7 2トルウガンダの首都で最大の都市であるカンパラからは北西へ、約2 8 3キロメートルの道のりである。探検家のジョン・スピーとジェームズ・グラントが、 1862年に最初のヨーロッパ人として現在のマーチソン・フォールズ保護区にあたる地域を訪れた。さらに1863年から1864年にかけてサミュエル・ベイカーとフローレンス・ベイカー夫妻によって詳細な調査が行われた。ベイカーは地質学者のロデリック・マーチソンにちなんで公園内の滝をマーチソン・フォールズと名付けた。 セセバエによって広まった睡眠病の影響により、1907年から1912年にかけて約1万3000平方キロメートルの地域の住民が避難した。1910年、ブニョロ動物保護区がナイル川の南に設立された。動物保護区は、マーチソンフォールズ国立公園のブリーサ県、マシンディ県、キランドンゴ県内の範囲と、おおよそ一致していた。 1928年に保護区の境界が現在の名古屋県にあたるナイル川の北側へ拡張された。1952年にイギリス政府はウガンダの国立公園法を制定し、保護区はマーチソン・フォールズ国立公園となった。マーチソン・フォールズ国立公園の面積は約3893平方キロメートルに及び、ウガンダでは最大の面積を持つ 国立公園である。公園の領域は、東西約115キロメートルの範囲にわたる、ビクトリアナイルによって南北に2分されている。公園内には、マーチソン滝が存在する。滝は、ナイル川の水がわずか幅7メートルの狭い谷間を抜け、43メートルの高低差を落下する。また、公園内には、カンパラグルハイウェイに隣接する、カルマ滝がある。 カルマ滝には600メガワットの発電量を持つカルマ水力発電所が建設されており2019年7月に予定されている稼働が開始すればウガンダ最大の発電所となる見込みであるマーチソン、フォールズ保護区と保護区に隣接するブドンゴ森林保護区にはウガンダ最大の生息数を誇るナイルワニと共に76種の哺乳類が生息している鳥類では 希少なハシビロコウ、ブドンゴの59の制限された範囲の種、コビトカワセミ、オニアオサギ、モモジロサイチョウ、カンムリエボシドリなどを含む多様性に富んだ450種の鳥類が生息している。また、これらの保護区は2005年以来ライオンの保護区域としても活用されている。2006年には国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約に登録された。 ありがとうございます。